はい、こんにちは。今日はですね、ジータさんから出ているね、ウルトラライトクラッチパーチユニバーサルタイプというこういうものですね。レバー操作が軽くなるというふうに書かれておりますが、セロの場合ですね、普段乗る分にはクラッチが重いとかなんとかって疲れるとかそういうことは全く感じません。ところがですね、林道で微妙なクラッチ操作ですね、まあしかも指一本でやると指が疲れてくるということでね、今回これを、まあ、レバー操作が軽くなるというふうに歌ってあるんで、クロスアップさんの方でね、先日買ったこれを今日は取り付けていきたいと思います。まずね、そしたらちょっと開封していきます。中に入っているのはこのカバーと本体、これだけですね。あとこの裏に説明書が入ってますね。でね、このノーマルレバー、このノーマルレバーですね、もう今すでに外してきております。まあなぜ外すのかと、なぜ先に外すのかと、まあ当然これ外さないとこれつけれないんで、もちろんそうなんですが、前もって外していて、ブレーキに注入しておりました。なので先にちょっと外しておきました。でね、この注油ね、まあまあ皆さんやっておられるとは思いますけどね、このやり方ね。でまあもう一回注油してるんですけどね、今日はまあこのラスペンで使いますけどね、こうやってこのままこうグイグイと上下にするというので、もちろんいいんですが、私はですね、こう空気をためましてね、息でも何でもいいですけど、で圧をかけながら押し込んでやると、はい、そうするとこのように一瞬で入りますので、一瞬ってことはないんですけど、まあ比較的早く流れてくれますので、もう十分に注油が終わってるんで、これ外します。注油が終わったらこの状態で引っかかりがなく動くかどうか、まあ、確認して、純正レバーがこのようについてたんですが、これをこれに付け替えていきます。まあつけるだけなんでね、あとはこの位置をどこのポイントにするかですね。まあ要はですね、テコの原理でこれですね、これをどっち向きにつけるのかというので、この支点とこっちの引っ張る支点との距離が変わり、軽さ重視か、切れつながりの鋭さ重視かというのを選べるという製品ですね。これはい、とりあえず組めました。このようにね、で今これ見えるかな、 L のローというんか L というんか知りませんけど、 L の一番下のところにね、矢印があって、この下の方の太鼓につけています。これをね、ワイヤーを、まあ実際にね軽くなります。確かに軽くなります。そしてまあ軽くなった分ストロークが増えるのでね、スパッと切れる、スパッとつながるっていうのにはちょっとまあ遠のくというかね、まあ相反するものなんで、とりあえずこれで乗ってみます。とりあえずね、いろいろ試してみて、今落ち着いたのがね、最終的にこれ、わかるかな、今ね、一番軽いとこから
下から1、2、3、3つ目ですね、切れ重視から言えば2つ目、これに落ち着いたというか、まああのセロの場合ね、あの僕の感想ですよ、この一番軽いところにしてしまうと指1本ワンフィンガーで握るとちょっと切れてないような気がする。で完全につながるのにはもう離し切らないといけないと。できればねこの辺の動きの範囲で完結させたいんですよ、私の場合ですね。この辺の動この範囲だけでとなると、こう握り切って一番軽い時握り切ってやっと切れると、もうほぼ戻し切って全つながりする。まあこれ半クラの幅が広がるんでね、待ち乗りしかされないという方はこの一番軽いとこ一択ですね、私の感想ですよ。ところが林道なので、林道で指一本で このぐらいで全てを完結させると、この一番切れ重視か、もしくは切れ重視から2つ目ですね、この辺がまあ限界なんじゃないんかな。一番軽くするのにはね、もうストリートだけでしか乗らないという人は、ツーリングやストリートだけっていう人はこの一番軽いところでものすごく軽くはなります。ところがねやっぱり林道で指一本で完結させようとするならば、まあここが限界だと思いますね。あ、ちょっと裏の方も見てみましょう。はい、これ下から覗き込んだ図ですね。今、こちらとこちらにあって太鼓をはめる部分が今こちら側ですね。で軸がここなので、ここからここの距離を変えると、要するにですね。で遠くなれば遠くなるほどクラッチが重くなりますが、切れつながり重視、近くなれば近くなるほど、まあ、テコの原理ですね、クラッチは軽くなりますが、これのストロークを大きくしないといけないということでね、今上から、あ、メモリで言えばね、重い方から2つ目に設定しております。結局このクラッチレバー、ウルトラライトクラッチパーチ、ユニバーサルタイプですね、これをつけてよかったのかどうかと言われると、やっぱ人によりますね。はい、それと一つ注意点ですね、このクラッチレバー、まあアッセンですね、変えるとクラッチスイッチ使えません。でね、この車両は実はクラッチスイッチもうずっと前からカットしていて問題ないんですが、クラッチスイッチに絶対いるんだという方はこの製品ちょっと選ぶのは僕は違うかなと思います。まあクラッチスイッチがつかないのでね、もう私はこの辺にタイラップで固定しますけどね、もう最後にこのハンドガードのプロテクターをつけて終わりたいと思います。これはツーリングセローの加工品ですね、できるだけノーマルっぽくしたかったのでツーリングセローのものを加工して使っています。はい、本日の動画以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。またね。